サーフのエース、どうする？ゼネラルに来るか？行ってはダメ。あなたはユーピオのパイロットなんだから。インサイド。着陸するぞ。ランディング。我がゼネラルグループへの入社を心から歓迎する。これからの君にはこの地球で最も巨大な多国籍複合企業体ゼネラルグループの一員としての誇りを胸に刻み、これまで以上の活躍をしてほしい。我々のグループは。こんばんは。ゼネラルニューストゥデイの時間、カール・ラーソンです。こんばんは。クリスティです。まず最初はフォートグレース空港に来た緊急着陸した緊急着陸機についての話題から。はい、お伝えします。昨日未明、ゼネラルリソースのフォートグレース空港上空に一機の戦闘機が突然現れ、数分後第三滑走路に緊急着陸しました。当初は所属不明とも伝えられていた同機は、ゼネラルリソース航空警備保障による取り調べの結果、ユーピオ治安維持部隊所属の戦闘機と判明。この着陸の目的は、同機搭乗員のゼネラルリソースへの移籍とみられており、ゼネラルリソース航空警備保障では現在も搭乗員から詳しい事情を聞いています。さて、皆さんの中にはこのニュースを聞き、なぜこの戦闘機はフォートグレース空港上空に現れるまで一度もゼネラルリソース側の警戒システムに発見されずに飛行できたのかと疑問に思う方もおられるのではないでしょうか。もしもこのようにして戦闘機が簡単に警戒システムをくぐり抜け、ゼネラルリソース側の空港に着陸することができるならば、我々は知らず知らずのうちに大変な危険と隣り合わせで暮らしているとも考えられますよね。はい、まさにその通りですね。そこで我々としてはゼネラルリソース本社に特別な取材許可を申請しました。その結果、今回はなんとゼネラルリソース防衛部隊隊長アビサル・ディジョン氏が先ほどビデオフォンを通じて我々の疑問に直接答えてくれました。それでは早速その模様を VTR でご覧ください。今回我々の警戒システムが作動しなかったのは、我々と着陸した戦闘機のパイロットとの間で事前に連絡を取った上でのあくまで計画的な着陸だったからであり、ゼネラルの防空には報道されているような問題は何も生じていませんので安心してください。今回のゴタゴタは空港に設置されたカメラの捉えた映像が一部の報道機関に流出してしまったのが発端と言えるでしょう。我々としてはこのような映像が流出していたことこそ大きな問題であると考えており、現在この原因を調査しています。ということは、この移籍劇は最初から計画的なものだったんですか？ゼネラルリソースとしてはユーピオとの協力関係もあるわけですから、この移籍劇は極秘のうちに終わらせたかったのでしょう。関係者からの話によると、着陸した戦闘機の搭乗員はとても優秀な人材のようですね。しかし、同じゼネラルリソースのエースパイロットでありディジョン氏とは長年チームを組んでいるキース・ブライアン氏の意見を聞くと、どうやら微妙なズレがあるようです。ああ、例の戦闘機？いいか、大体がな、ユーピオの腰抜けの中でできるってだけのやつが我らがゼネラルのメンバーとして通用するか。
まあ、とりあえずお手並み拝見ってとこだな。で、お前らちゃんと取材許可取ってんのか。まず私の言葉を信じ強引な誘いに応じてくれたことを心から感謝している。君が見せたこれまでの活躍は堕落したユーピオの駒にしておくにはあまりに惜しい腕だ。我々は今こそ変革の時を迎えようとしている。胸に大いなる理想を秘めて戦うべき時である。世界は時に血をもって変えなくては動かないものだ。私を信じてほしい。さて、今後君は私の直属部隊に配属される。君にはイーグルプラスとセイカーファルコンを用意してある。その腕を存分に生かしてもらおう。期待している。戦況が我々ゼネラルリソース優位に傾いているこの機に乗じ、ユーコムの航空基地を強襲する。停戦下での作戦行動となるため、攻撃開始後はユーコムはもとよりユーピオとも交戦状態に入ることは免れない。各員そのつもりで作戦に臨んでもらいたい。ユーコも航空基地を強襲することに成功した。また見せてくれたな。強引に上を説得し君を配属した私も嬉しい。しかしまだゼネラルの中にはユーピオから来た君を快く思っていない輩もいることは確かだ。ただこの調子であればやがて誰もが君を認めざるを得ない時が来るだろう。この紛争はますます激化する。
我々の出番はまたすぐやってくる。それまでは翼を休めておいてくれ。では。我々にとって科学の力は大いなる繁栄をもたらし、多くの恩恵を与えてくれる。しかし同時に科学の暴走は地球環境の破壊や災害を引き起こし、人類全体を滅ぼすほどの力を秘めている。今回のレポートでもご覧いただいたように、ニューコムが掲げている科学者の夢は、ナノテクノロジーや宇宙開発、マイクロ波発電などという具体的な脅威となって人類全体を巻き込もうとしている。私たちグローバルウェイは何も新しい技術の全てを否定しているわけではありません。その証拠に私は車にも乗るし、スフィアのアカウントも取得しています。しかしニューコムの科学者たちは、自分たちの夢を実現するためには手段を選ばない。ニューコムの科学者たちはゼネラルリソースで異端児集団と言われていたことからも分かるように、十分な実験期間も取らずに大規模な範囲で新しい技術を実用化しようとしている。その危険性に対して情報公開を求めて活動しているのです。そうです、私たちは何にでも反対することを生きがいにするような団体ではありません。それだけは分かってほしいと思っています。よし、ユリ、確かにお前の腕はゼネラルでも中の下ぐらいであることは認めてやる。だがな、リジョンにちょっとばかし気に入られているからってでかい顔はするな。お前とやつではレベルが全く違う。俺にはまだやつがどういうつもりでお前を直属の部下にしたのか理解できんのだ。お前が来る前でも俺とやつで十分だったんだ。まあそれは俺の気分だからお前が気にすることではないがな。お前がヘマをすればリジョンが責任をかぶるってことを忘れるなよ。じゃあ。もうキースからのメールは見ただろう。ヤツのことは気にしなくていい。ヤツと私はこれまでずっと二人でチームを組んできた間柄だ。まあいい腕を持っているし、ゼネラルでは屈指の実戦経験者ではある。ただその分思い込みの激しいやつで、今回の君をこちらに入れた件ではちょっとあった。気分屋のところもあるが、戦場では奴ほどの度胸があるパイロットはいない。奴と飛ぶのは君にとっていい経験になるだろう。それではまた上空で会うのを楽しみにしている。今回の作戦は海上移動都市メガフロートの制圧である。海上都市の体裁を取ってはいるが、実質上はニューコム艦隊の作戦基地となっている。この基地が我々の脅威となる前に先制攻撃をかける。直ちに出撃し、メガフロート制御中枢施設を破壊せよ。
セタゴスが科学バカの巣だとは世も末だな。ヒール、砕き叩く前にフロートを叩け。よし、フロートから逃げた高速艇も沈める。そろそろ出てきたな。制御中枢施設の破壊によってメガフロートの進行を抑えることができた。どうやらゼネラル製のコフィンにも慣れてきたようだな。我々のエアロコフィンのフォルムはニューコムタイプと比較すれば前時代的だが、その分安定した飛行ができるのが分かっただろう。ところでここからは個人的な要件だ。実は今回の作戦でメガフロートから脱出した高速艇の残骸から興味深い情報をつかんだ。それはかつてニューコム誕生以前に我々が様々な実験を行っていた頃のもので、いわば失われた過去のようなものだ。だがどうやらこの遺産には我々の未来が隠されていると思える節がある。もう少し調べてみるが、いざとなれば私は独断での行動も考えている。その時が来たら君にも協力してもらいたい。また連絡する。さて、本日はユーピオを代表してガブリエル W クラークソン氏をゲストにお迎えし、番組内容を一部変更して放送しております。
では引き続きクラークソンさんにお聞きしたいのですが、こちらで掴んだ情報によりますと、ユーピオでは先日のフェイスパーク紛争以降のゼネラルリソースニュークムの両者に対話の場を模索しているそうですが。ええ、公式非公式に関わらず一刻も早い両者の関係改善を願うのはユーピオとして当然のことではないでしょうか。しかし具体的な提示がユーピオ側からなされる前に戦闘が行われたことは、両者の停戦協定が単なる机上の空論に過ぎなかったことを証明しているように思うのですが。それぞれの社内で一部防衛部隊の暴走がありますが、大きな会社レベルでの対話による関係改善は常に続けられています。国家レベルでの政治が意味をなさない現在において、ゼネラルリソースとニューコムが全面的に戦っていれば、経済も含めとっくに大恐慌になっているでしょう。まだはっきりしたことを言える段階ではないので、明言は控えさせてもらいますが、ごく近い将来に両者のトップが同じテーブルにつく可能性のあることだけはお約束しましょう。なるほど。今後もユーピオの尽力に期待しています。今日は本当にありがとうございました。最初に断っておく。このメールは我が社のデフォルトではない暗号で圧縮して送っている。というのは、メガフロートの一件で私が手に入れた情報について詳しい検索結果が出たのだ。それによると、以前ゼネラル側が極秘のうちにユーピオに譲渡していた特殊兵器の存在が確認された。その兵器の存在は忌まわしい過去のようなものらしいのだが、現在の我々、いや私にとって、来るべき未来世界を築くために有益な力である可能性を感じる。もちろんこの事実の発覚はゼネラルの上層部にとっては触れられたくない過去だ。しかし連中にとっての過去が我々の未来になるのなら、私は手に入れたい。そう、あえて私は今回ゼネラルの公式任務とは離れた行動に出ようと思っている。そこで君の腕を見込んで参加してもらいたい。もちろん本社には君に与えるステルス機の訓練飛行ということでフライトプランは申請してあるので安心してくれ。では上空で待っている。これで私は君に一つ借りができたな。この辺りにユーピオの非公式施設があるはずだ。偵察ポットで可能な限りデータ収集する。低空で近づきターゲットを捕捉。ポイントを確認しろ。レーザーターゲティング。ダコを落とすより隠蔽された格納庫を探せ。ターゲット。ゼネラルの忌まわしき過去、ここか。ターゲット。ゼネラル。待て、まさか、レナか。誰？どうしてここにあなたがいるの？翼がまだ眠っているのを確かめに来た。レナ、まだ翼があるの？まだわからん。しかし、もしそれが事実なら、時が来たらお前に届けるつもりだ。リジョン、あなた、お前は消えろ。これ以上の接触は危険だ。はい。ターゲット。ユーピオから増援部隊が出たようだな。残らず撃ち落とせ。アップデートターゲット。
Action. Pull up. ピオとの交戦に関して報告書を提出しろ。今回のユーピオとの接触、上司には訓練の際偶発的に起こった事故として報告しておいた。しかし私の遂げたかった目的は完璧に達成された。それから君のかつての同僚との接触、あの件についてはいつか必ず説明する。すまないが、今は何も聞かないでおいてくれ。ただ、私の求めている未来は従来の組織を超えたところにある。それだけは伝えておこう。君の協力に感謝している。では、次は通常の任務で。
ができた。作戦はクリアした。どうやらキースとの連携もうまくできたようだ。ヤツも君の実力を評価していた。この調子でこれからも頼む。我々の戦いはまだ始まったばかりだ。メガフロートの一件でニューコム側もかなりの軍事力を持っていることが君にも分かっただろう。では。なんだ、まだ戻ってないのか。お前は戦いの基本がスピードにあることぐらいは知っているらしいな。どうやら俺は誤解していたようだ。俺は実力のあるやつを素直に認めるだけの度量はあるつもりでいる。今後もお前の実力を俺たちに見せてくれ。じゃあな、また連絡する。ニューコムが元はゼネラルで異端の烙印を押された一部の科学者たちによって発展したことはよく知られています。しかしそのニューコムを古巣のゼネラルと肩を並べるほど巨大な組織にさせた優秀な科学者たちがなぜゼネラルでは異端とされていたのか、それについては今までも様々な説が入り乱れはっきりとしたことは分かりませんでした。しかしここにその謎を解く一つの手がかりになるような事実がついに明るみに出たのです。それはなんとその科学者たちが非道な人体実験を密かに行っていたのではないかという驚くべきものでした。これは先日から行われているグローバルウェイがニューコムバイオを提訴したいわゆるナノ公害訴訟の席上で原告側が証拠として提出した資料に記載されており、この SOC 文書には確かに人体実験が行われていたと取れる記述が存在します。あ、急に割り込んですまなかった。ちょっと緊急で確認したいことがあってな。お前ならもしかしたらディジョンの行方を知ってるんじゃないかと思ったんだ。実はな、今日の午後から奴が正規のフライトプランを出さずに飛んでるらしいんだ。それはまあいいんだが、だった今新しい任務が俺たちに通達されて。あ、もう時間か。仕方がない。今回は俺とお前だけで任務を遂行する。作戦の詳細は空に上がるまでにチェックしておけ。では頼んだ。ニコムの生産能力を低下させるためエネルギープラント区域に対し夜間強襲作戦を決行する。電力供給の要であるマイクロ波発電所を破壊すれば敵戦力に多大なる損害を与えることになる。ただし作戦区域はマイクロ波による電波干渉のためミサイルの誘導が効かないことが予想される。その場合は機銃による直接攻撃を行うしかない。諸君の技量ならば戦果は十分に期待できるものと信じている。健闘を祈る。やはりディジョンは参加しない。初のコンビだ。エンゲージ。この施設にはミサイルの誘導が効かん。機銃で撃て。
調子だな。やつなしでもできる実力を見せてみろ。アップデートターゲット。ボーダー。目標の破壊に成功。ニューコムの生産ラインを大きく拡覧することができた。よう相棒、またいないのか。まあいいけど、今回はご苦労だった。全くいいコンビネーションだったな。これなら奴がまた無断欠勤しても安心だ。それにしても最近のディジョンはどっかおかしいんだ。お前心当たりないか。まあ奴のことだから、どっかで女とでもイチャついてるんだろうけどな。
ちらはスフィア放送大学です。さて、今月の近代史への招待は政治と経済の交差点と題してお送りしています。第3回のテーマはゼネラルリソースの誕生とその台頭にスポットを当て、国家レベルでの政治と司法が権力構造の頂点だった時代がいかにして終焉を迎え、現在のような多国籍企業による企業権力の時代に突入したのかを探っていくことにしましょう。しかし、ここで忘れてはならないのは、歴史を古代にまで遡ってみると、常に直接的な形ではないにしろ、経済による何らかの権力構造はあったということです。宗教、司法、政治の陰に隠れてはいても、我々人間が貨幣という流通方式を使用した時点で、時代の権力は経済状態の優劣に左右されていたと言えるでしょう。特に顕著なのは、共産主義の衰退と資本主義の時代。それはまさに理想的な思想が経済によって駆逐された歴史的な瞬間ではないでしょうか。しかも今、時代はその経済でさえ脅かす科学技術の登場によって、また新たな火種を世界に広げているのです。今水面下では両者の間で現場を無視した権力抗争が続いているようだ。誰の目から見ても現状での停戦など愚か者のあがきに過ぎない。そんなことにも気づかないデスクワーク組らしい努力じゃないか。しかしそのような行為は時代が変革を求めている今、我々にとって全時代的な足かせに過ぎん。そう思わないか。我が部署は独自のルートでそんな奴らの息の根を止める情報を手に入れた。少し強引な痛みを伴う作業となるだろうが、誰かがやらねばならない。それが翼を持つ者の責任だ。我々の使命を果たすために行こう。後の命令に従い飛び立ってほしい。もう格納庫はチェックしたか。俺たちの部署に新しい2タイプの戦闘機が届いているそうだ。まあこれまでの戦闘機でも十分だったが、これからの戦いに備えて新装備の機体を試しておくべきだな。いやいや、技術部の連中も本腰入れてきたようだな。奴らのデータ採集でも手伝ってやるとするか。ニューコム空域に向かって隠密飛行中の機体の動きを捉えた。ニューコム側にとって重要な情報を握る人物が登場しており、その接触はぜひとも阻止しておかなければならない。なお少数ではあるが護衛機の存在を確認しており、交戦も予想され、速やかに行動し任務を遂行してもらいたい。Come on.
みが受け、リンリャン一体の平和を狙う者たち、目覚めるがいい。ボーガー、前進してください。リフュー、作戦は成功した。ニューコムは有益な人材を失って混乱している模様だ。気分はどうだ。鈍重な大型機の撃墜は確かに後味は悪いだろう。しかし我々は必要な時に血を見るのをためらってはいけない。この刺激は必ず世界中のダミンを貪る連中にも現実の叫びとして届くだろう。まだまだ我々の叫びは続く。この世界を変えるまでだ。君には私を信じてほしい。それだけだ。おい、気がついているか。最近の命令内容、どうやらディジョンが関わってるらしいって話なんだ。なんか雲行きが怪しいと思わないか。俺も少し奴の近辺を調べてみるが、お前も気がついたことがあったら俺に教えてくれ。頼んだ。それじゃ、またな。